皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。本日はワクチンというのがテーマなのですが、その前にですね、現在この動画を撮影している本日時点でのフィリピン全体とダバオ地域のですね、新型コロナウイルスの感染者情報をお伝えしてからワクチンのお話をしていきます。私の動画ではこのようにフィリピン全国と私が住んでいるダバオ地域の情報についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。それではこちら、まず行きましょう。フィリピン全国の感染者情報ですね。2021年の1月16日の更新の情報です。こちら、右の上の方に大きく出ている数字、2058人というのが新規感染者の数です。2000人を超えていますね。これは多くなっています。そしてその下に並んでいるのが、それぞれの都市から出ている数ですね。上から順に新規感染者が多く出ている都市が表されています。ここにですね、しばらくダバオ市がワースト1として入っていたんですけれども、1月16日時点での情報ではワースト5には入っていないですね。はい、カビテ、リサール、レイテ、ケソン市、そしてマウンテンプロビンスというところが新規感染者が多く出ている都市として並べられています。左上行きまして、感染者の総数ですね。フィリピン全国での1月16日時点での感染者の総数は498,691人となっています。その下が感染者の総数から回復者の総数と死亡者の総数を除いた数ですね。現在も陽性の状態が続いている人たちの数が 28,674人が現在も感染の症状が出ている人たちとしてカウントされています。その下、青い四角の中の数字が回復者ですね。新たに406人が回復して、回復者の総数は 46,133人となっています。その下、赤い四角で囲われている数字が死亡者ですね。新たに8人亡くなられて、死亡者の総数は9,884人と、もうすぐ1万人が新型コロナでフィリピン全国で亡くなってしまうという数字が表されています。続いて、私が住んでいるダバオ地域の情報ですね。こちらです。こちらまずですね、見ていきたいのが、下の方に書かれている数字ですけども、オレンジ色の枠で囲ってある数字が新規感染者の数ですね。233人と、これはダバオ市だけでなく、ダバオ市を含めたダバオ地域全体で出ている新規感染者の数となっています。青い四角は検査を受けた人の数で、1692人が検査を受けた中で、233人が陽性反応が出たということですね。で、その隣の 14% というのは、陽性の反応が出た人のパーセンテージですね。14% の人が全体の中で陽性だったということが表されています。そして上に行きまして、一番上の白い数字ですけども、これがダバオ地域全体で出ている感染者の総数ですね。14,887人もダバオ地域だけで出ています。はい。で、回復者の総数が11,728人で、ダバオ地域だけでの死亡者は601人が死亡者の総数として表されています。本当に多い数字となっていますね。引き続き気をつけていきたいと思います。はい。そして本日のメインテーマであるワクチンのお話ですけれども、これいろいろとですね、やはり世界でワクチンの話が盛り上がっていますけれども、私が今回注目したいのはフィリピン政府としてワクチンをどのように国民に説明しているのかというところにフォーカスしていきたいと思います。まあ、報道ではですね、中国からワクチンが入ってきたとか、ロシアから入ってくるですとか、またロケ報道官ですね、大統領府の報道官が、まあ、優先順位をつけて、ワクチンを打ってもらいますけれども、ワクチンの種類を選ぶ権利はありませんよということを発言して、物議が醸し出されたりとかですね、後ほど説明しますけども、優先順位、こちらのグループから優先的にワクチン打つという中で、いろんな国からワクチンが来るわけですけれども、例えば中国製、あなたは受けてくださいと言われたら、それを断る権利はありませんよということですね。まあ、もし断るとしたら、優先グループから外れてくださいということを大統領府の報道官が発言して、それはないんじゃないかということで、物議が醸し出されたりもしていました。また、フィリピンのそれぞれの都市が、私が住んでいるダバオ市も含めて、まずは、その優先グループに入っている人たちで、どれだけの人がワクチンを打ちたいのかっていう、まず数を集めてですね、その数をもとに、
購入すると、予算を作って購入するという手続きに入るということで、ダバオ市もですね、これから優先グループの人たちに登録を行ってもらうということを先週ダバオ市が発表していました。ということで今本当にワクチンをこれから国として購入して各都市で準備を進めて打っていこうという流れとなっています。その中でフィリピンの国としてはワクチンというものをですね、フィリピンの国民にどのように説明しているのか。こちら保健省にですね、このようなページがありまして、ワクチンの Q&A ということで説明がありますので、今日はですね、こちらを解説していきたいと思います。はい。こちら一問一答形式になっているので、全部で15個のですね、Q&A があるんですけども、そちらを一つずつ紹介していきます。まず一つ目ですね、ワクチンはどのように病気を予防しますかという基本的な質問ですね。それに対して、フィリピンの保健省がしている回答ですけども、ワクチンは病気を引き起こすウイルスや細菌を模倣し、真似し、体に抗体ができることを促しますと。これらの抗体は、人が実際の病気の原因となるウイルスや細菌に感染するときに体を保護しますと。抗体がですね、そのようにワクチンというものを説明しています。二つ目、ワクチンの種類はどのように異なるんですかという質問に対して答えですね。ワクチンはその抗生と免疫反応を引き起こして抗体を生成する方法が異なります。これらの抗体は微生物から体を保護し、人が病気に感染すると体を保護するよう機能します。ワクチンは病気を引き起こすことなく、ウイルスや細菌の全体または一部のコピー、またはタンパク質のコピーを作成する遺伝子産物、括弧として mRNA ワクチンなど、を不活性化、弱体化、または死滅させることができますと説明しています。そして3番目、予防接種後に考えられる副作用、まあ、最近日本語では副反応と呼ばれてますね。副反応は何ですかという質問があります。それに対しての答え、ワクチン接種後に考えられる副作用、副反応には注射部の痛み、そしてその注射した部分が赤くなること、かゆみが出ること、または腫れることなどがあります。それが数時間続く場合がありますとも書かれています。そして熱、脱力感、または倦怠感、頭痛、めまい、下痢、そして吐き気が副反応として出る場合がありますと。で、これらのいずれかが発生した場合は、最寄りの医療専門家にご相談くださいと説明されています。そして4番目、予防接種は必須、これ英語で mandatory となってるんですけども、義務とか強制ですかっていうことですね。それに対しての答えです。いいえ、予防接種は必須ではありません。強制的なものではありませんと。しかし政府は国民に予防接種を受け、予防可能な病気から保護されることを強く推奨しますとしています。そして5番目の質問。なぜ新型コロナウイルスの予防接種を受ける必要があるのですかという質問ですね。それに対しての保健省の答えです。最低限の公衆衛生基準の遵守により、ワクチン接種は重度の新型コロナウイルスに感染するのを防ぐために重要な方法なんですと説明しています。そして次の6つ目の質問です。新型コロナワクチンはいつ利用可能になりますか？これは非常に気になるところですね。はい、それに対しての政府の答えです。政府は現在様々なワクチンメーカーとの交渉を進めていますと。最初のワクチンは2021年の第一四半期に到着する予定ですと。そういう回答がなされています。第一四半期ですね。それを想定して交渉を進めていますということですね。そして7番目です。緊急使用許可という専門用語があるんですけども、それは何ですかと。それに対する答えですね。これは国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の際に、未登録または開発中のワクチンまたは医薬品を評価するためのリスク下における手順を通じて付与される承認ですと。これは利用可能な品質、安全性及び有効性のパフォーマンスデータの重要な項目に基づいて公衆衛生上の緊急事態の影響を受けている人々がワクチンまたは薬剤を利用できるようにすることを目的としていますということで、ワクチンや薬品等の緊急使用許可について EUA と省略されているんですけども、それについての説明もフィリピン政府からなされています。はい、次8番目ですね。誰が最初にワクチンを接種できるんですかという質問ですね。これも気になりますね。はい、これに対しては最前線の医療従事者、
そして高齢者、貧しい人々及び軍人や警察などの制服組が予防接種を受ける優先グループですとなっています。なのでこれ以外の人々は最初に入ってきたワクチンを受けることができないということですね。なので私も含まれてはいないので、ワクチンが入ってきたとなってもワクチンを受けることはできませんね。まあ他の国、日本を含めて他の国も同じような感じだと思いますけれども、はい、フィリピンとしては、このような最前線の医療従事者、高齢者、貧しい人たち、そして軍人や警察などの制服組の人たちがワクチン接種を受ける優先グループとして見なされています。そして9番目の質問です。その優先グループが最初にワクチンを接種できるのはなぜですかという、まあ多くの人が疑問に思えそうな質問ですね。それに対してのフィリピン保健省の答えですね。初期のワクチンの供給が限られているため、最前線で働いている医療従事者と制服組の人たちは、勤務中の感染リスクが高く、公的部門と民間部門の両方で職務を遂行し続けることを可能にするため優先されますと。また、高齢者や貧しい人々などの脆弱なグループは、公平の原則に基づいて優先されますと説明しています。これはまあそうだろうなと納得できる説明だと思いますね。はい、次です。10番目の質問。民間の診療所や薬局からワクチンを購入することができますかと。これはまあできないのかなと。これもいい質問ですね。それに対する保健省の答えです。いいえ、民間の診療所や薬局から新型コロナウイルスのワクチンを購入することはできませんと。現在、ワクチンの調達と投与を正式に許可されているのは政府だけです。フィリピンの食品医薬局、これは通称 FDA と呼ばれてますけども、FDA によって完全な市場認可が下りるまで、新型コロナのワクチンは一般に販売されるべきではありません、と説明されています。まあ、なるほどと。これは納得できますね。はい、次、11番目。優先グループのワクチンは無料なんですかという質問です。これも気になりますね。はい、政府の答えです。優先グループのワクチンの費用はフィリピン政府が負担しますとされています。まあ、そうですね。これも多くの国がそうなってるでしょうね。そして12番目、私が優先グループに属していない場合、どのようにしてワクチンにアクセスすることができますかと。まあ、私なんかもそうですよね。優先グループに入っていないので、ワクチン打ちたい場合は、いつどうやってどこにアクセスすればいいのかという質問ですね。それに対する政府の答えです。政府は優先グループに属していないフィリピン人を含むすべてのフィリピン人に適切なワクチン供給を確保するための交渉を続けていますと、という回答となっています。まあ当たり前ですけど自国民優先ですよね。ということで思い浮かぶ質問が私とかですね、外国人で打ちたい人、まあ私が住んでるダバオ市もそうですけど、フィリピン全体で、まあ日本人だけでなく他の国の高齢者の人もね、永住権持って暮らしている人もたくさんいますから、そういう人たちはどうなるんだろうということですね。これはまだこの保健省からの回答を見る限りでは、まあこれは当たり前のことかもしれないですけど、自国民、フィリピン人全体を考えて交渉してます。中でも優先グループのことを考えて、皆さん、フィリピン国民の皆さんに適切にワクチンが行き渡るように交渉してますよという回答がなされています。まあ、これちょっとこの動画を作ってる時点で Google で調べてみたら、日本も日本に住んでる外国人に対してのワクチン接種についてはこれから協議されるということになっているので、まあ、フィリピンだけでなく外国人に対するワクチン接種はどうなるのか、各国の対応が気になるところですね。そして13番目、新型コロナウイルスのワクチンは安全で効果的ですかと。これは鋭い質問ですよね。これに対するフィリピン政府の答えです。食品医薬品局 FDA によって緊急使用許可で付与される新型コロナウイルスのワクチンは、これまでに入手可能な証拠に基づいて安全かつ効果的であるとみなされています。という答えがなされています。まあ、そうですね。入手可能な証拠に基づいた上では安全で効果的だから、ワクチンを購入して皆さんに提供するんですよと、そういうことですね。はい。じゃあ14番目、新型コロナウイルスのワクチンを接種した場合、合併症等のリスクはありますかという質問です。これに対する答えです。はい。他のすべてのワクチンと同様に合併症のリスクはありますと。しかし、重度または生命を脅かす反応は非常に稀です。
重度の新型コロナウイルスから身を守るという利点は、心配される合併症のリスクと比べると利点の方が大きいですという説明がなされています。ワクチンを接種するすべての人は、リスクをさらに最小限に抑えるために、医療専門家によって適切に診断され、綿密に観察されますという説明がなされています。そして最後、15番目の質問です。ワクチンを待ってる間に何をすることができますかという質問です。これに対しての保健所の答えですね。私たち保健所はオンライン上の情報に警戒するように国民に促していますと。新しい情報について信頼できる情報源。これは保健所の Facebook ページ、または保健所のホームページ、または WHO 世界保健機関のホームページ等で事実確認と検証を行う習慣を身につけましょうということですよね。まあ、オンライン上には様々な情報がね、デマも含めてありますから、特にワクチンについてはね、結構いろんな本当に意見がネット上にはありますよね。まあ、これに対してフィリピン政府としては、フィリピン保健所をはじめ世界保健機関が出している信頼できる情報源をしっかりチェックして事実確認をして検証を自分で行う習慣を身につけようと呼びかけています。そしてウイルスのさらなる感染を防ぐために最低限の公衆衛生基準を引き続き遵守してくださいと呼びかけています。まあ、これはあれですね、ソーシャルディスタンスを取ったりですとかマスクをしたり、フィリピンの場合はフェイスシールドも公共の場所ではするようにとされていますので、そういった最低限のことは引き続き遵守してくださいと呼びかけています。はい、以上本日のテーマであるワクチンについてフィリピン政府がどのようにフィリピン国民に説明しているかということについてお伝えしました。またですね、このワクチンについてもそうですし、新型コロナウイルス関連の情報も発信し続けていきます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。